はい、こんにちは、グリードです。さあ、バックトゥー X ディファイアントというわけで、ついにリリースされました。皆さん覚えてますかね ?X ディファイアント。UBI の新作無料 FPS ですね。かれこれ、2年ぐらいかな?延期に延期を重ね、やっとこさ、今月リリースされました。昨日の夜中2時からスタートだったんだけど、最初はね、エラーばっかで全くプレイできなくて、僕ずっとね、検索画面を2時間見てるだけだったんですけどね。多分、今回、お昼になりましたけど、多分治ってるはず。このゲーム話題としては日本だとどうなのかな?海外だとね、COD の新作発表とか、なんかゲーパス追加で実質無料化になるかもみたいなね、話題のせいで全然なんか書き消されちゃってるような感じがするんですけど、まあなんか発表が急だ、リリースの発表が急だったせいもあると思うんだけどね。やっぱりサービスが続くには海外である程度人口がいないといけないから、その点ちょっと頑張ってほしいですよね。ひとまずね、バトルパスは買いました。なんかまあ武器スキンとか、XP とかがありますけど、まあこんな感じの、基本的に武器は迷彩のみかな。なんかこうバリアントみたいな、なんか強化されてるような、武器性能が変わるような、課金アイテムとかはないですね。バトルパスの最後のやつはこれかな。多分これ追加されたアサルトライフルかなのスキン。武器に関しては、特に変わってないかな。ベータの時と。うん、変わってないですね。MDR ってやつが1個追加されたぐらいで、多分あんま変わってないと思います。ストアーファントムス。これは、迷彩と、スキンかな。3000ポイントで5600円。5000ポイントで9700円。円安かな?これ円安価格ってことだよね、多分。まあ、ちょっとこれは、スペシャルパックみたいな感じで、ポイント、スキンと、迷彩がついてるよっていうやつか。9700円か。まあ、無料ゲーだから別にしゃないか。でも多分これ円安価格ですね。多分もっと、ドルだったらもっと安いと思うな。1000ポイントって言っても1000円じゃなくて、1000ポイントが1380円ですね。まあ、バトルパスは一番高いの買ったんで、ひとまず、これでやってみようかな。ランクはトライアルしか今なくて、射撃場がいけない。さあ、マッチングするかどうか頼むぜ。昨日の夜中2時は、全くエラー落ちでできなかったから、頼むぞ。OK。さあ、まずはキャラクター選択。まあ、ベータの時から特に変わってない。なんか、キャラクターのスキンというか、まあ、男性か女性か選べるようにはなりましたけど、敵の位置がちょっと透けるやつ使っていきましょうかね。3、2、1。ルール、ドミネーション。まあ、ドミネーションの説明いるかな?まあ、ABC の旗取りです。みんな多分知ってると思う。フラグ入れて、武器は ACR。あの距離もカットして。で、操作性、そう、僕ずっとベータの時から操作性がちょっと良くない。まあ、ぶっちゃけ言っちゃうと操作性悪いって言ってたじゃないですか。操作性に関しては何も変わってなかったっす。で、変わってなくて、これに関しては開発者も、まあ、確認してるらしいんだけど、その待って、ちょ、敵が多いな。その操作性の悪さを、エイムアシストの強さでカバーしてますと。で、このゲーム、エイムアシストがめちゃめちゃ強いっす。でもね、そのエイムアシストが強いと言っても、なんだろうな、敵に吸い付くとかじゃなくて、敵に視点を合わせると、すごいスローダウンするんですよ。視点が遅くなる。そういうタイプのエイムアシストなので、これがね、またさらに難しくなってるんですよ、操作が。逆に、悪化してるんですよ。なので、僕はね、ちょっと待って、敵が多いな。多すぎるな、さすがに。一旦ちょっと敵倒してからでいいですか?トークするの。ナイス。で、この、エイムアシストが強すぎて、その、視点移動があまりに遅くなっちゃうんで、僕はね、コントローラーの設定で、このゲーム、エイムアシストの強度を選べます。で、僕、マイナス1にしてます。このエイムアシストの遅さを、一つ下げて、少しプレイしやすくなってるかな?これで少しは。で、感度もね、めっちゃ遅くしてます。30-30だからめちゃくちゃ遅い。低感度。じゃないとね、細かいエイム操作ができんくて、もう、ああ、じゃあ。ほんとね、難しいよね。他のゲームみたいな感じでできない。まじ、COD みたいな、ね、細かいエイム調整はできないから、そこんとこはやっぱ慣れるしかないかもしれん。全員したやん。これ降りてやろうか。OK? ワンダウン?ツーダウン?でもこれね、思った。これ多分 B 取れない。これじゃあ。
B 取れないから一回奥まで行っちゃって旗取りに行こう、敵の。武器調整みたいのは多分入ってないですね。ベータの時から変わらず ACR がめちゃくちゃ強いですね。COD と違うところはまあもう全然違うんだけど、うん、操作性もなんかキルタイムも全然違うんだけど、まあなんかほんと昔のね、無料 FPS って感じはしますね、ゲーム性としては。システムとか、操作性も。多分ね、その開発者もね、なんか今時、今に受けるような FPS を目指して作ったかっていうよりは、なんか古き良き昔の FPS をやりたくて作ったっていう、なんかそういう愛で生まれた FPS って感じがしますね、これ。すごい。だから昔の FPS を知ってる人ほど、ああ、これ懐かしいなーみたいな、そういう気持ちになるんかな。昔ながらの洋食屋みたいな感じかな。どっちかというと。で、ウルト使ってくよ。ウルトは、強力ハンドガンと敵の位置が透けるやつね。でもね、すごいこれ弱体化されてて、前回のベータから。一瞬でウルト終わっちゃうんだよね。そして、もう一枚やって、OK?ちょっと敵の旗取りに行こうか。これ、拉致が開かないな。OK。で、体力回復がね、かなり遅いんでね。ここね、ちょっと注意しながら。しっかり下がって、回復待ってから戦うみたいな感じかな。OK。大回りして、裏取り。めちゃくちゃいい試合だね。OK。いやー、なんかね、キルストリークとかもないから、まあ、派手さはないかもしれんけど、すごくシンプルな。昔ながらの FPS って感じやね。人使っていくよ。スキル使って、敵の位置。なんだ?おっと?なんだったんだ今のは。え、今倒せたんか?ヒットボックスがね、ちょっとね、ヒットボックスが少ないのか何なのかね、ちょっと弾が透けることは多いっすね。なんかヒットボックスはそもそも少ない感じがする。ジャンプとかした時に、すごいね、弾当たりがおかしい時はあるので、なんか変なキャラコンは強いかもしれん。こう、ジャンプしてグニャグニャするみたいな。うわ、出た!ウルト!ドームシールド、ドームシールド。でもあいつはね、遠距離攻撃できなくなってるから。フラグ入れて。やってくれたかな、ナイス。チェイムがひどすぎるだろ。よいしょ。ナイス。おしまい。ナイス。OK。取れたかな。ウルト使っていっちゃうか。おい。くしょう。これ変わってないんだ。くしょう。このマップマジで縦長だからすごいな、これ。おい、やった。これ敵まだ奥で湧くんじゃないかな。OK。ナイス。あ、そうだ。さっきね、発見したんだけど、まあ、このゲーム ADS しながらだと、これぐらいのスピードなんだけど、なんか ADS を連打しながら動くと、こういう風に動けるんですよ。こうやって ADS 連打、ADS 連打。普通だとこれね、このスピードね。で連打しますと、こうやって。あ、これは異常だな。これでこういうことね。すぐ反応できる。ファイアザホー、トロフィーとかないよね。当たらなかったか。オッケー。ドームシールドが倒りました。後ろから取って、オッケー。ドームシールド展開。ほい。いや、これ、いけるキャラのスキル、ちょっと強すぎじゃね。味方も見れちゃうの、やばいな。オッケー。後ろ来てる、大丈夫?あー、シールドも強い。あー、割とスキルはどれもオーバーパワーかもしれないね、これね。うん。カジュアルにやる分にはいいけど、これ真面目にやればやるほどちょっとイライラしてくるかもしれない。いや。いや、ナイス。いや、忙しい。
忙しすぎる。でもまだ来るの、もしかして。え、これ脇やばくないか、ちょっと。ちょっと待って、隣で湧いてる。縦長すぎて、隣で湧いてる、これ絶対。おかしい、おかしい。なんか変だなと思ってたけど。OK？おい、ナイス。ゲーム内容自体はベータの時から変わってないんで、ちょっとあんまり話すことはないんですけど、まあ昔ながらのなんかこうアリーナシューター、COD っぽいような昔ながらの FPS がやりたいって人はすごくいいと思います。あとはあんまごちゃごちゃしてないシンプルな打ち合いがしたいとかって感じかな。まあ最近のさ、ゲームのクオリティがね、いろんなゲームのクオリティ高すぎて感覚おかしくなってるけど、まあ基本プレイ無料でこんだけね FPS が遊べるんだったら、まあそれは相当すごいことっすよね、本当に。自分の周りもね、1ヶ月後になってもプレイヤーがいるんだったらやろうかなっていうね、様子見のプレイヤーもかなり多いので、この1ヶ月間、リリースして1ヶ月間のコンテンツ量とか、アップデート内容とかね、バグ修正とか、なんかその辺がどうなっていくのかなっていう、まあ、様子見かなって感じはあるかな。このゲーム基本プレイ無料なんで、そうですね。やっぱプレイするというか応援したい人はどんどんやっぱ課金してあげましょう。もう僕もバトルパス買ったし、まあ、ちょっとストアもなんか買ってみようかな。まあ、ちょっと円安で高くなってるんですけどね。はい。というわけで今日はこんな感じで終わりたいと思います。普段 COD とか筋トレとか動画上げてるんで、ぜひそっちも見てみてください。それではお疲れ様でした。